パパ、出番でしょ？家族で旅行中、高速道路で起きた大規模な交通事故。それに動けず見つめるしかなかった俺に、息子がそう訴えてきた。パパならわかる。パパならできるはずだよね。俺を信じてくれる息子の言葉。しかし、俺は脳裏によみがえるトラウマのせいで、すぐに動けずにいた。そんな俺の背中を押してくれたのは妻だった。素直になったらいいわ。あなたがしたいようにすればいいじゃない。微笑みながら言われた言葉に、俺は車を飛び出した。そして、痛みに苦しむ彼らのもとに向かい、かつての経験を生かして応急処置をしていく。全部あなたが？一体何者？遅れて駆けつけた美人救急医は目を見開いていた。俺は山岡邦和、40歳のしがない会社員だ。俺には同い年の優しい妻と11歳の遊び盛りの息子がいる。昔は仕事が忙しすぎて家族に構ってあげられず、寂しい思いをさせてしまうこともあった。なかなか家に帰れず、泊まり込みで働くことも多々あった。パパ、また行っちゃうの？ごめんな。父親なのに、それらしいこともできないことも多かった。後ろ髪を引かれる思いもたくさんしたものである。そんな俺だが、一昨年から家族のために時間をたくさん使うことができるようになった。今はパパといっぱい遊べるから嬉しいな。息子のコウキはそう言って大喜びしていた。これであなたも落ち着けるわね。妻のミキも喜んでくれ、俺の選択は間違っていなかったと思うことができた。それからは今まで作れなかった家族の思い出をたくさん作ってきた。一緒に買い物に行ったり、公園で遊んだり、そんな普通で穏やかな生活を送れるようになった。パパ、あのね。毎日学校での出来事を話してくれる息子。以前まではそんな時間も取れなかったが、笑顔で話す後期の顔を見て幸せを感じることができた。ミキもそんな様子を穏やかに微笑みながら見ていた。仕事には慣れたか？40という年齢で経験もない俺を受け入れてくれた会社にも感謝している。特に上司は俺のことを気にかけてくれ、丁寧に仕事を教えてくれた。さすがに慣れましたよ。そうか、それならよかったが、まだまだこれからという感じだな。その言葉に俺は苦笑した。彼のいいところはきちんと評価し、時には厳しい言葉もくれる。そのため、俺は確実に成長することができていた。とはいえ、まだ君は俺よりも若い。これからに期待しているぞ。はい。その言葉に俺はしっかりとうなずく。上司の期待にも応えたいし、周りの足を引っ張りたくない。そのため頑張ろうと決意した。とはいえ、今までの経験が活かせない仕事はなかなか疲れる。お疲れ様、あなた。パパお帰り。もっとも家に帰れば愛しい家族が出迎えてくれるので、その疲れも吹っ飛んでくれるのだが、はあ、またか。幸せな日々を過ごしていた俺だが、一つだけ悩みがある。少し前から繰り返し悪夢を見るのだ。その悪夢では、横転した車が燃え、地面に倒れた。泣き叫ぶ子供や、もう叫ぶことができなくなった人が目の前にいるという凄惨な光景。しかし、自分自身は身動き一つ取れず、ただ見ていることしかできない。人々が俺に助けを求めるが、やはり手足さえ動かせない、というものだ。参ったな。ある休日、俺は昼食を食べた後、思わず食卓で頭を抱えていた。正直悪夢のせいで寝不足になり、食欲も落ちている状態なのだ。パパどうしたの？コウキはそんな俺の様子が気になったのか、心配そうにそう聞いてきた。俺はそんな息子に心配をかけまいと笑顔で答える。大丈夫、ちょっと寝不足なだけだよ。そうごまかしながらコウキの頭を撫でる。その様子をミキが心配そうに見ていた。ごちそうさま、
俺、宿題してくるね。ああ、パパたちはまだここにいるから、困ったことがあったら聞きにおいで。うん。食事を終えた後期は宿題をやりに自室へ。後期は真面目だな。そんな思いで後期を見送る。あなた、本当に大丈夫？またあの夢を見たの？それを見計らったミキが、俺にそう声をかけた。俺はそれを肯定し、ため息をつく。俺が悪夢に悩まされていることは、ミキも知っている。だから、今もこうして俺のことを気にかけてくれているのだ。はい、まだお昼だけど。再び頭を抱えた俺に、ミキは缶ビールとつまみを出した。悪夢のことなんか忘れてしまえという、ミキなりの配慮だろう。それに俺は礼を言い、夫婦で昼間から乾杯した。少しして、俺たちの和気あいあいとした空気につられ、宿題を終えた後期が顔を出す。パパとママ楽しそうでずるい。俺も混ぜて。ふふ、ああ、おいで。じゃあ、後期のジュースも出すわね。やったー。喜ぶ息子の姿に、ミキと顔を見合わせて笑った。この時間が、たまらなく愛おしかった。それからしばらくして、俺は年末年始休みに入る。予定は両実家への挨拶と墓参りくらいしかない。しかし、それが後期の提案で変わった。あのさ、友達がテーマパークに行くんだって。後期の話によると、学校の友達から遊びに行く予定を聞いたらしい。最近新しくできた大きなテーマパークがあり、その友達はそこへ行くのだと自慢してきたそうだ。俺も行きたい。そうねだってくる後期。甘やかすつもりはないが。よし、じゃあ行こうか。ほんと？やった！俺は連れて行ってあげることにした。つい最近までこうやって休みに遊びに連れて行ってあげることができなかった。そのため食材の意味も含めてできるだけ希望を叶えてやることにしている。ありがとうパパ。俺が後期の提案を受け入れると彼は大喜びをしていた。そんな様子にこちらまで嬉しくなる。俺も行くことになった。早速自慢してきた友達にそうメッセージを送って自慢し返していた。自宅からテーマパークの方向を考えると、俺の実家への挨拶、ミキの実家への挨拶、それからミキの実家に一晩厄介になってテーマパークに向かう計画が良さそうだ。それでどうかな？ええ、私もそれでいいと思うわ。実家にも伝えておく。頼んだよ。それから毎日、あと丸日だね、とウキウキと数える後期。そんな息子の姿にこっちまで嬉しくなる。ちなみに義両親の方だが、あちらも孫が泊まるのは大歓迎らしい。俺の話もぜひ聞きたいと言っていたとミキが話していた。楽しみだな、パパとママと行けるなんて。後期、あんまりはしゃぎすぎると十分に明日楽しめなくなるぞ。そしてテーマパークへ向かう前の晩、ミキの実家で部屋を借りて眠る。パパ、いよいよ明日だね。よほど楽しみなのだろう。後期は夜遅くになっても眠らずに興奮している。こらこら、しっかり眠らないと明日全力で楽しめないぞ。楽しみだな。苦笑しながら眠るように促すも、後期はウキウキして眠る様子はない。とても愛おしいが、そろそろ寝てもらわないといけない。元気があるのは結構なことだが、パパはもう眠るよ。運転があるからね。俺はそう告げて目を閉じる。そうすれば、後期はやっと静かになり、俺に倣って目をつぶる。やがて、穏やかな寝息が聞こえてきた。はぁ、人のこと言えないな。後期に寝ろと言ったものの、俺自身はなかなか眠れずにいた。俺は最近、眠るのが怖くなっていた。またあの夢を見るのではないか。そんな恐怖。国和、大丈夫？ああ、うん、大丈夫。ミキも休みな。俺が落ち込んでいると、ミキが慰めてくれる。それでも怖いものは怖い。あの夢を定期的に見るようになってからは、寝落ちという形か、よほど疲れている時じゃないと眠れなかった。
早く寝ないといけないってわかってるのに、眠ろう眠ろうと考えるほど思考がさえ無心になろうとすると夢を思い出す。やがて眠気の限界を迎えて俺は寝落ちした。最後に見た時計は午前2時過ぎを指していた。翌日、泊めてくれたミキの両親に礼を言い、車でテーマパークへ向かう。後期は昨晩よりもさらにウキウキした様子だ。後部座席でキャーキャーと騒いでいる。後期、ちゃんと座りなさい。そんな後期に時々ミキが注意をしていた。一方で俺は信号で止まるたびに眠気覚ましのブラックコーヒーをすする。眠る気はないし、多少の眠気があっても眠らない自信はある。しかし念には念を入れてこうしてコーヒーを飲んでいる。あ、次の信号右だって。ああ、わかった。ミキは助手席で携帯を見てルートを確認している。彼女の話によると今のところ渋滞情報はないそうだ。新しいテーマパークなので休暇期間は混むかなと考えていたが、ラッキーだった。それから高速に乗って1時間ほど経った頃、うわ!キャ!俺たちの目の前で事故が起きた。高級車が軽自動車に煽り運転をし、なんとか避けようとした軽自動車は制御を失ってしまった。そして複数車線を行ったり来たり、やがて大型トラックとぶつかって大惨事に。俺たちはなんとか巻き込まれずに止まることができた。後ろも間隔が空いていたので追突はない。大惨事だな。そんなことをつぶやきながら見ていると、軽自動車の助手席から女性が降りてくる。そして運転席のドアを開けて運転手の男性を車から出した。彼は頭と足に怪我をしているようだ。トラックの運転手も降りてきて、ふらふらしながらお腹を押さえて軽自動車の運転手のもとへ向かう。しかしたどり着く前に倒れてしまった。軽自動車を煽った高級車はスピード制限などガン無視で走り去る。隣の車線の何台かは止まれず玉突き事故を起こしていた。その人たちも怪我をしているように見える。その光景を見て俺はどうしたものかと考える。パパ出番でしょ。その時後部座席で見ていた後期がそう叫んだ。それに俺は、え?と声を漏らした。ほら見て、誰もあの人たちを助けに行かないよ。きっと何をすればいいかわからないんだ。でもパパならわかる。パパならできるはずだよね。後期はさらにそう言いながら、怪我をしている人々を指している。そんな息子の言葉に、一瞬ズキッと頭痛がした。同時に、例の悪夢が鮮明によみがえる。頭を振って幻覚を払ったが、フロントガラスの先の景色は、払ったはずの幻覚とうり二つ。パパ、あの人、大変だよ。後期の叫び声で、はっと我に返った。それに、再び俺は前を見た。複数人が車の外に出ているが、数人は意識がないようにも見える。パパ!後期が再び大声で俺を呼んだ。俺は、助けたいんでしょ?ためらう俺に、今度はミキが聞いてきた。それでも俺は動くことができない。俺には、何もできないんだよ。そんなことないよ。パパはすごいんだから。コウキ。震えながら何とか絞り出した言葉、コウキはそれを強く否定した。素直になったらいいわ。あなたがしたいようにすればいいじゃない。ミキもまた微笑みながら俺の背中を押してくれる。数秒迷った末、俺は車のギアとサイドブレーキを確認して車を飛び出した。通報を頼む。その際ミキにそう指示をして、大丈夫ですか。俺は声をかけながら軽自動車の運転手のもとへ。大腿からの出血が多く、このままでは危険だろう。あなたしっかりして。連れの女性が必死に声をかけているが、応答は微弱だ。ここをこうして強く押さえてください。圧迫止血です。心臓より高い位置で。こうです。他の方も見に行きますので、彼の止血はあなたにお任せします。俺は女性にそう指示を出す。
最初は混乱していた彼女も少しは冷静になったのか、俺の指示に素直に従ってくれた。次に俺はトラック運転手のもとへ。大丈夫ですか？はい。外傷はないし、意識もあるようだが、苦しそうにしている。今通報しましたから、気を強く持ってください。あまり大きく動かさないでくださいね。内臓が損傷しているかもしれませんから。はい。俺の指示に弱々しく返事をしてくれる。あの、何か手伝いますか？その時、一人の男性に声をかけられた。彼は怪我をしておらず、どうやら事故には巻き込まれず済み、今まで様子を見ていたらしい。その彼にトラックの運転手を任せ、俺は次に玉突き事故の被害者のもとへ。母の意識がなくて。助手席の人が大きな衝撃を受けたらしく、運転手の男が涙目で胸骨圧迫をしている。胸骨圧迫はもっと強くしないとダメです。俺はそれにそう言いながら脈を確認。心肺停止状態だと思われ、俺が胸骨圧迫を代わった。こうやって1分間に100回くらいのペースで胸骨が折れてしまうくらい強く押してください。なくなるより折れた方がマシです。そう指示し、しばらく俺が胸骨圧迫をする。そして数分後に運転手と交代。そのタイミングで他の人も手伝うと出てきてくれたので、時々運転手と交代して、同じように胸骨圧迫をするように指示した。この場に AED がないことを恨みつつ、俺は次の被害者のもとに向かった。しばらくそうやって対応していると、遠くからサイレンが聞こえてきた。それに俺は一安心する。そこへミキとコウキが現れた。やったわね、あなた。パパすごいかっこよかった。はは、やればできるもんだな。二人は俺のことを絶賛し、思わず照れ笑いする。その時、救急隊員と医者が到着した。この規模の被害にしては、被害者の状態が良すぎるわ。その医者は美人女医で、現状に驚いていた。そして、俺に視線を向ける。周りの方から聞きました。本当に、全部あなたが？一体何者ですか？そう問われた俺は、例の悪夢の元となった過去の出来事を思い出した。俺はかつて、救急隊員だった。昔から人を助けるという強い信念を持っていたのだ。父さんは、たくさんの人を助けてすごいね。はは、ありがとな。まあ、俺は当然のことをしているだけだ。警察官だった父の影響かもしれない。その思いはずっと変わらず、俺は救急隊員となった。父とやり方は違えど、人を救う仕事に誇りを感じていた。今日もよろしくお願いしますね、隊長。こっちこそ頼むぞ、進次郎。後輩の大谷進次郎をはじめとして、俺たちは優秀な隊として名を馳せていた。ある日、いつものように通報があった。出るぞ。俺を隊長とする救急隊員たちが出動。高速道路での大規模な事故らしい。火事も一緒に起きているらしく、一刻も早く駆けつけなければならない。なんだ、これ、やば。現場に着くと、そこはひどいありさまだった。何人もの方が力なく倒れている。明らかに息をしておらず、うつろな目をしている。医者の判断を待たずとも、亡くなっていることは明らかな状態だ。それまで周りから優秀だと言われ、隊長として活躍してきた自負がある。しかし、もう手遅れな現状を見て、俺の無力さを知り、立ち尽くしてしまう。横転した車は燃え、地面に倒れた。泣き叫ぶ子供や、もう叫ぶこともできなくなった人が目の前にいるという凄惨な光景。隊長、助けられる人はまだいます。急ぎましょう。ああ。進次郎の叫び声に、俺は震えながらも己を鼓舞して走った。しかし、地獄絵図と化したその場の様子におののいてしまい、救護活動に身が入らない。自身の動きや部下の指示がおろそかになり、助けられる命も助けられない。自分は無力だという思い込みが現実を悲惨なものにし、本当に無力になってしまった。結局、助けることができたのは、
泣き叫んでいた一人の子供だけ。それ以外の被害者7名は皆亡くなってしまった。山岡率いる隊にしては珍しい。周りからはそんな風に噂され、俺はどんどん自信をなくしていった。そして俺は耐えかねて救急隊員を辞めた。それでも妻子を支えるため仕事をしなければならない。そこで俺は救急隊員とは全く関係ない会社員になった。過去は忘れようと努めたが、あの事故のことがトラウマになり、悪夢となって俺を苦しめ続けていた。あなたは十分やってきたわ。いつかきっと時間が忘れさせてくれるわ。ミキがそんな俺をずっと支え続けてくれた。しかし、未だに俺は悪夢から解放されずにいる。なるほど。それでこの素晴らしい対応というわけですか。俺の回想を聞いたジョイは感心したようにつぶやいた。素敵ですね。奥様とお子様がいらっしゃるとは、ちょっとショックです。さらにそう言って微笑まれ、俺は首をかしげた。はい？何でもないです。俺は彼女の意図を察せず聞き返すが、そう言って被害者たちの方に駆け出した。それを見送っていると、話を聞いていたミキが、俺の袖を大げさにぎゅっと掴んできた。どうした？何でもないわ。そのわけを聞くが、ミキは顔をそらしながらツンと言う。それにきっと、ミキも目の前で大事故が起きて怖かったんだな、と勝手に納得した。とりあえず、俺たちの顔をキョロキョロと見比べているコウキの頭を撫でた。やがて救護活動が終わり、被害者は救急車に運び込まれていく。それを、やれやれ、と見ていた俺のもとに、一人の救急隊員がやってきた。この度は、並々ならぬご尽力ありがとうございます。山岡隊長。そう言って感謝してくる救急隊員は、かつての俺の部下、進次郎だった。お前だったのか、進次郎。はい、俺、山岡隊長が辞めた後、隊長に任命されたんです。彼は今、隊長として、今日駆けつけた隊を率いる立場にいるらしい。山岡隊長に会えて嬉しいです。と言ってくる彼に、俺は首を横に振った。やめてくれ、進次郎。俺はもう君たちが崇めていた隊長じゃない。ただの一般会社員だよ。苦笑しながらそう否定した。そうかもしれません。でも聞きましたよ。あなたが率先して駆け出し、皆さんに的確な指示を飛ばしていた、と。気が動転して、どうすればいいかわからなかった方々は、あなたのおかげで助かったと、口を揃えておっしゃってます。しかし、進次郎はジョイと同じようなことを言う。彼は爽やかな笑顔を浮かべている。この目で見られなかったのが残念ですが、話に聞く限り、今日のあなたは間違いなく、我々が尊敬した山岡隊長そのものですよ。そうか。俺は否定せず、彼に微笑み返した。すると、どこからか、隊長、行きますよ、と聞こえてきた。おう。進次郎はそれに返事をして立ち去る。その背中を見て、俺は偉そうにも、お前もそういう立場になったのか、と時の流れを実感した。それから、警察やレッカーも到着し、現場はきれいに片付いていく。あれ、後期は？寝てるわ。車に戻って走れるようになるのを待っていると、後部座席からは、スースーと後期の寝息が聞こえた。まあ、あんなことがあったんだ。巻き込まれなかったとはいえ、疲れてしまうのも当然だ。かっこよかったわよ、あなた。そんな息子を起こさないよう、ミキがそうつぶやく。俺と彼女が結婚したのは、救急隊員として現役バリバリでやっていた頃。その、現場で隊の中心になって、動くあなたに惚れました。そんな風にミキが声をかけてきたのが、出会いのきっかけだった。積極的な彼女に俺も惚れ、連絡先を交換。休みの日に会うようになり、俺たちは交際するようになった。ふふ、あのジョイさんの気持ちはわかるわ。俺は未だにジョイの気持ちを理解できていなかった。そのため、俺が首をかしげながら聞くと、秘密、と返されてしまう。今回のことで、たくさんの人が救われた。それに、
あなた自身も救われたんじゃない？その代わり彼女にそう聞かれた。その意味はさすがに俺も理解できた。悪夢となって俺を苦しめていたあの事故はもはやトラウマだった。俺はさっきの事故で見た光景を過去のそれと重ね、テキパキと動いて無事に収めた。過去に亡くなった人は戻らない。しかし、少なくとも俺はトラウマに臆せず、挑んで人を救ったのだ。これからはいい夢が見れそうだ。それならよかったわ。これでもう悪夢に苦しむことはなくなるかもしれない。それからいろいろとあって遅くなったが、無事にテーマパークに到着。予定より短い時間しか遊べなかったが、不思議とコウキは嬉しそうだった。随分とご機嫌だな。そんなにテーマパークに来れたのが嬉しいのか？うん。テーマパークも楽しかったけど、パパのかっこいいところが見られて最高だった。俺のパパはかっこいいんだぞって友達に自慢してやるんだ。思わず尋ねると、コウキはそう自慢げに言った。思いがけない言葉に俺は照れてしまう。いや、やめてくれよ。恥ずかしいな。ミキはそんな親子のやりとりを見て静かに笑っていた。その時、タタタと駆け寄ってくる音が聞こえる。あの。声をかけられ振り返ると、そこにいたのは一人の少女だった。その姿に見覚えがあり、俺は目を丸くして固まる。君は、あの時の、それは俺のトラウマになった大事故の時、唯一助かった子供だった。彼女は俺の顔を数秒見つめたかと思うと、バッと頭を下げる。あの時は助けてくれてありがとうございました。いや、俺は君のお母さんを。あの時、お母さんたちはもう助からなかった。でも、助けようとしてくれたから、ありがとうございました。そう言い、彼女は走り去っていく。その先にいたのは老夫婦。老夫婦も頭を下げ、彼女の手を引いて歩き出した。パパ、どうしたの？悲しい？いや、違うんだ。俺は熱くなった目頭を押さえる。あの子にはずっと恨まれていると思った。どうして自分の家族を助けてくれなかったんだって。そんな彼女が、俺にお礼を言ってくれた。祖父母に手を引かれている彼女は笑顔を浮かべていた。きっとまだ心の傷は癒えていないはず。それでも笑えるようになったのが嬉しかった。それから数日後、久しぶりに進次郎からメールが来た。山岡隊長が対応してくれたおかげで、あの事故で一人も亡くなりませんでした。その言葉にほっと胸をなで下ろす。もしかしたら表彰されるかもしれないから、心の準備をしておいてくれ。そう書かれていた。実際、後日本当に表彰の案内が来た。それを俺は、人として当たり前のことをしたまで、という理由で辞退した。ちなみに、あの時逃げた高級車だが、俺の車を含めた、あの場にいた車のドライブレコーダーにより特定。運転手は若者で、飲酒していたことも発覚。逮捕されたとニュースで流れていた。そしてあの日の被害者のほとんどは入院を余儀なくされたが、無事に全員退院した。後遺症も軽度なもので生活に支障はないとのこと。それで皆山岡隊長にお礼したいって。大げさだな。俺はそんなの気にしてないのに。ある日進次郎に、俺この日休みなので山岡隊長のおごりで飯に行きたいですとねだられたため、俺たちは食事に来ていた。そこであの日の被害者たちの話を聞く。軽自動車の夫婦は、初めはリハビリが大変だったものの、女性の方の妊娠が発覚してやる気が出たらしい。妊娠中の赤ちゃんの方は、あの事故の中でも男性がかばったことで無事だったとのこと。トラックの運転手はすでに仕事復帰して、毎日荷物を運んでいるそうだ。心肺停止状態だった母親は一時的に車椅子生活に。しかし、せっかく助かったのだから負けてられないとリハビリに励み、今では杖が必要だけど歩行できる状態らしい。皆さんが回復しただけで十分だ。
隊長ならそう言うと思いましたよ。そう言い、進次郎は病院経由で断ってくれたらしい。とはいえ、どうしてもお礼したいから連絡先だけでも、と断るのも大変だったとのこと。今回はそれをねぎらってほしいからおごれと言ってきたようだ。それから大きな問題もなく、平和に後期の冬休みは終わった。そして、元気に学校に向かう後期。作文の宿題に、お父さんというテーマで事故のエピソードを書いたところ、地域のコンクールで評価されて賞状をもらったそうだ。俺ね、先生に辞退しますって言ったんだ。後期はそれに一丁前に俺の真似をして言ったらしい。でも先生にそれはダメだって言われちゃった。先生に拒否されたので仕方なく賞状をもらったと話す息子。そんな彼の頭をくしゃくしゃと撫でた。それに嬉しそうに笑う後期。あれから後期ってば、パパみたいになるってばっかり言ってるのよ。嬉しいけど、なんだか恥ずかしいな。あら、私は嬉しいわよ。大事な息子が愛しい夫を目指してるんだもの。ミキの言葉に、俺は顔を赤くさせてしまう。そんな俺を見て、後期が首をかしげていた。ねえパパ、俺もパパみたいになりたい。いろいろ教えてね。そうか。じゃあ、みんなを助けれるように、パパといっぱい遊んで体を鍛えようか。うん。それからしばらくして、ある日のこと。山岡くん、ちょっといいかな。はい、大丈夫です。俺は仕事中に上司に話しかけられた。何かしてしまったかと思ったが、穏やかに微笑んでいる上司の表情を見るからに、悪い話ではなさそうだ。君は前から頑張ってくれていたが、最近は目を見張るような成績だな。どうしたんだ？実は、最近よく眠れるんですよ。そのおかげで集中力が増したように感じてます。あの年末年始の休みにあった事故を経験して以来、あの悪夢を見ることがなくなった。そのおかげで睡眠に関するためらいも消え、ゆっくりと頭を休めることができるようになった。やっとあなたが悪夢から解放されて、私も嬉しいわ。それを聞いたミキも、とても嬉しそうにしていた。俺の言葉に上司は再び微笑みながらうなずいた。そうか、それじゃ、これからの活躍に大いに期待しているよ。お任せください。上司の言葉に、俺は誇らしげに返事した。すると、彼は少しだけ目を見張る。しかし、すぐに笑顔に戻った。それでこそ山岡君だ。実は上司は俺が救急隊員時代に助けた一人だった。俺は覚えていなかったが、彼は俺の顔をしっかり覚えていてくれたらしい。俺が面接に来た際も採用担当に声をかけてくれたそうだ。あの時俺は君に助けてもらった。だから俺も君を助けたいと思ったんだ。そう言い、いつも俺のことを気にかけてくれた。やっと彼の期待に応えられる。俺はますます励むことにした。頑張るのはいいが、適度にな。そう言い、自分のデスクに戻っていく上司。それと入れ違いになるように、同僚の女性が声をかけてきた。山岡さん、妹から話を聞きました。妹さん？あの時助けてくれたあの人のおかげで、子供のお父さんの命を救えたって話していましたよ。その言葉に頭をよぎったのは、あの軽自動車の女性。どうやら同僚の妹さんらしく、彼女から話を聞いて、俺だと分かったらしい。何でも、救急隊員さんに恩人への連絡を拒まれたそうなので、私も山岡さんのことを話してないです。それはありがたいです。それならよかった。妹家族を助けてくれて、ありがとうございます。そう言って頭を下げて、自分の仕事に戻る同僚。そんな同僚を見て、あの日動くことができて本当によかったと思う。後期とミキに感謝だな。二人の存在がなければ、俺はあの時動くことはできなかっただろう。その日、仕事を終えた俺は二人の好きなケーキを買って帰る。そして笑顔で俺を出迎えた二人に。あの時、俺を奮い立たせてくれてありがとう。そう息子と妻に感謝した。俺の突然の言葉に驚きながらも、
こちらこそ。と笑ってくれる二人。そんな二人のため、今日も仕事に励む。さて、仕事仕事。たくさん稼いで、今度はあそこに連れて行ってやらないとな。大切な妻子のために、俺は頑張ろうと思った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。余計なことしないで、偽善者。人通りの多い踏切を渡ろうとする車椅子の女性に手を差し伸べる俺。しかし、その手を振り払い、一人で踏切を渡って去っていく。数日後、外回りから帰ってくると、会社のロビーで何やら揉めている人がいた。近づいた俺はあることに気づき驚くが、彼女は言った。助けてほしい。俺の名前は清水匠。さまざまな輸入雑貨を販売する会社の営業マンをやっている。うちは中小企業だけど、それなりに顧客を抱えている。ファンシー雑貨やアクセサリー、衣料品にインテリア小物など、女性向けの商品を多く扱う会社だ。一般には小売りしていなく、店舗メインで卸す業態。店舗側から要望があれば、代理輸入なども行っている。今日も新たな顧客を探し、個人経営の雑貨店を巡っているところだった。いつもより少し広い範囲で店を探すことにした。すると、一軒の小さなお店を発見した。そのお店の入り口はバリアフリーになっていて、自動ドアもゆっくり開閉する仕様になっていた。店内は広々とした空間になっていて、入り口からレジまでの道順が床に矢印で記されていた。また、テーブルの上には可愛らしい雑貨やアクセサリーなどが数種類販売されていた。いらっしゃいませ。若い従業員の声かけもきちんとされていて、こじんまりとしてはいるが、しっかりと運営されている印象を受けた。店の壁やテーブルの空いたスペースには SNS へのリンクを掲載し、ネットでの通販も行っているようだった。すいません、俺はレジにいる若い従業員に声をかけた。私、A 社の清水と申しますが、責任者の方ですか？俺は若い従業員に名刺を渡して聞いてみた。店長ですか？いやいや、私はアルバイトですよ。店長は今外出中です。と返事が返ってきた。俺の名刺を受け取り、まじまじと眺める彼女。俺は店内を見渡し、一つの商品を持って再びレジに向かった。そうでしたか。ではまた後日伺わせていただきますね。と従業員に言って商品を差し出す。俺が見つけたのは、自分たちのところでも取り扱ったことがある商品だった。その商品を購入して店を後にした。ありがとうございました。元気に送り届けてくれる従業員だった。会社に戻り、購入した商品をデスクに並べる。パソコンの前には多種多様な雑貨がずらりと並んでいる。その中に先ほど買ってきたものも仲間入りした。タグに熊の子バリーと名前が付けられた熊のぬいぐるみ。俺は営業に行ってはその店で見つけた珍しいものを買うようにしていた。こうして入社して10年、俺は未だに平社員をしている。同期たちは主任や課長など役職についているのに、俺だけまだ平社員のままだった。同期からは万年平社員とバカにされている。清水、もう少し効率よくやれないのか？新しい仲間をデスクに置いてにんまりしていると、同期であり上司でもある部長が話しかけてきた。俺は俺なりにやっているつもりです。俺がそう答えると、先ほど購入してきた商品を取り上げて、こんなもん一つ売ったところで会社の利益につながんのかね、
商品を手に取り、まじまじと見てくる。もっと大きなところで大量に売ってこいよな。そう言って、商品を机に投げつける。ちょ、何するんですか？俺は声を荒げて、商品をキャッチする。その声に、部署のみんながこちらを振り向いた。ったく、同期のよしみで優しくしてやってんのに。舌打ちをして、自分の机に戻っていく部長。俺は気持ちを落ち着かせるために、自販機にコーヒーを買いに行った。自分でもなぜ、あそこまで声を出したのか、わからなかった。コーヒーを買って、休憩スペースに座り、飲んでいると。さっきはびっくりしたぞ。お前が怒鳴るなんてな。と、もう一人の同期で、部長代理の男に声をかけられる。うるさくしてすいませんでした。俺は彼に謝ると、気にしてないよと言って俺の前の席に座る。まあ、あいつの言い分もわからんでもないからな。ですね。同期の二人は俺とは違い、大手との契約を数多く収め、それが認められて出世した。理屈は分かっているが、俺にはそれがうまくできなかった。あいつもさ、上の立場になって、いまだに平野お前が気になってるんだよ。コーヒーを飲み、部長代理が話し出す。自分たちが出世しているのに、同期の俺だけ平社員のままなのを気にかけてくれているようだった。あいつも不器用なところあるからな。お前も頑張ってると思うよ、俺は。部長代理はコーヒーを飲み干すと、じゃ、席を立ち、自分の席に戻っていった。俺もコーヒーを飲み干し、席に戻ることにした。よく俺は優しすぎて、あまり営業向きではない性格だと言われる。お人よしで、相手が困っていると、助けてあげたくなる性分なので、交渉に向いていないとのこと。抱える顧客も個人店が多く、顧客数だけは社内で一番。だけど、売上は営業部でも、下から数えた方が早いくらいだった。顧客の要望を聞きすぎて、あまり売上が上げられないのだ。会社の後輩にも成績で抜かれ、俺は社内でも評価が低かった。俺がそんな性格なのは、両親の影響が大きかった。俺の父さんも困っている人がいると、放っておけない人だった。昔、家族でデパートに買い物に行った時も、迷子の男の子を見つけると一緒になって探す。大丈夫だから、すぐにママに会えるから。泣く男の子を励ましながら、懸命に親を探す。母さんは、また始まったわ、と言いつつも、父親の後をついて迷子の両親を探す。だから俺も男の子の話し相手になって、不安な気持ちを飛ばしてあげていた。ある時は重たい荷物を持っているご老人の荷物を代わりに持ち運ぶ。松葉杖をついている人が歩道橋を登ろうとしていると、肩を貸して降りるところまで一緒に付き添ってあげる。母さんから聞いた逸話で深く印象に残っている話がある。父さんが昔仕事で取引先に向かっている時に、川で溺れている子犬を見つけると、脇目も振らずに川に飛び込んで助けたんだとか。子犬を助けに向かったことで、取引先には遅刻して、会社からも取引先からも怒られた父さんだったが、笑顔で子犬が無事でよかったと言ったらしい。この話には続きがあって、実は助けた子犬が取引先の会長の愛犬だったらしくて、命の恩人として取引先に招かれ、取引は成立。会社からも怒られたことを謝られた上に昇進が決まったっていう話が、俺は何度聞いても好きだった。そんな父さんだけど、俺が幼稚園の頃に亡くなった。会社からの帰り道、事故に巻き込まれたのだ。暴走した大型トラックが父さんの近くを歩いていた親子に向かって走っていたのに気づいた父さんは、二人を突き飛ばして助けた。自分はそのトラックに轢かれて犠牲になった。二人の親子を助けた英雄なんていう新聞の見出し記事や
テレビにも取り上げられたこともあった。母さんはその都度インタビュー等に応じていた。当時の俺は父さんが亡くなったことも理解できていなかった。父さんに助けられた家族も葬儀に参列して俺たち遺族に感謝を述べに来てくれた。自分の命を犠牲にして他人を助けることができるだろうか。その後、母子家庭で母さんが苦労する姿を見て育った。しかし苦労なんて気にしない母さんの口癖は、情けは人のためならず、誰かに優しくすればいつか自分に返ってくるのよ、あなたのお父さんのように、というのだった。だから自分が辛い時でも人に優しくすることを忘れないでね、といつも言っていた。実際母子家庭での暮らしは楽ではなかったが、俺の家はいつも優しさであふれていた。しかしそんな優しさは女性からしてみればいい人止まりで終わってしまう。女性と付き合っても初めは優しいところが好きだと言われるのだが、結局物足りないという理由で振られてしまう。30代に突入した現在、彼女もいない。最近ではこのまま独身で人生を終えるのかなと少々不安に感じていた。母さんにもそろそろいい人見つけて結婚しなさいと聞かれるが、俺は苦笑いで返すことしかできなかった。母さんの言う通り、人に優しくしようをモットーに生きてきたが、対女性に関してだけはそれだけではダメなのかもしれないと思い始めていた。いつものように営業に行こうと会社を出ると、会社の近くの踏切で車椅子の女性を見かけた。開かずの踏切と言われるその場所は駅が近くにあるため人通りも多く、いつも混雑している。急いで踏切を渡ろうとする人に阻まれ、車椅子の女性は進みにくそうにしていた。俺の進む方向とは逆だったが、放ってはおけずに助けようとその女性に声をかけた。すると車椅子の女性は、余計なことしないで、この偽善者、と叫び俺の手を振り払う。その言葉に、しまった、余計なおせっかいだったと後悔した。今まで体の不自由な人に声をかけることをためらったことはなかった。しかし手を出されるのが嫌いな人も少なからずいることを経験して知っていたのに、そのことを失念していた。俺は反省し、車椅子の女性に謝罪した。ふん、とそっぽを向いて会社の方へ向かう女性を見送りながら、俺は客先へと歩みを進めた。数日後、外回りから帰ってくると、会社のロビーで何やら揉めている人がいた。その人物は先日踏切で声をかけた車椅子の女性で、受付で必死な声でお願いをしていた。俺は受付のところまで駆け寄り、どうしたのか聞いてみると、何やらうちの会社で卸している商品が欲しいと言っているらしい。しかし取引実績がない。しかも初めてのお客様の対応はしかねると、受付の人は断っている最中だった。実際、新しい顧客の場合は、その実績や経営状況を確認した上でしか取引開始をしないのがうちの会社でのルールだった。昨今、反社等の規制もあり、誓約書を交わさないと新規取引は難しいものになっている。しかし、女性の必死な声を聞いて、切羽詰まった非常事態だと判断した俺は、オートスキル、お人よしを発動させて、車椅子の女性の話を聞いてみることにした。女性は、山崎美香と名乗り、個人の小さな店舗でネットショップを主体としたスタイルで販売していると言った。うちの会社との取引実績はなかったが、アルバイトの子から受け取った名刺を見て、とある商品を売ってほしいと、ダメ元で商談に来たという。俺はそれを聞いて、あの時の、と思い出した。熊の子バリーちゃん。俺はデスクに置かれている熊のぬいぐるみを思い浮かべていた。そう、それ、熊の子バリー。彼女が俺の言葉に反応し、おたけびをあげた。
そして彼女が持っていた名刺は紛れもなく俺の名刺だった。もしかしてあなたが清水さん？俺の顔を見上げ表情を青くする。俺が疑問に感じていると、この間はごめんなさいと謝ってきた。俺は彼女を応接室に招き相談を聞くことにした。落ち着きを取り戻した彼女が事の経緯を話す。彼女の求めている商品熊の子バリーは1年ほど前に別の会社から仕入れたそうだ。彼女が受けた注文は10点だったが、発送の手配をしたところが事故で全て破損してしまったという。しかも店に在庫は残り5点しかなく、すぐ仕入れ先に追加で納入を依頼したが欠品状態だという。同じ商品や卸や小売店をくまなく探すも、どこも売り切れで手に入らない。注文したお客様はショップ立ち上げ時からのお得意様で大切なお客様だという。しかもその商品はお得意先様からどうしても欲しいと言われ、半年前から準備していたものだった。途方に暮れていた時に売り切れていた小売店から、自分たちが仕入れたのはうちの会社だったことを教えてもらい、藁にもすがる思いで訪ねてきたという。しかし先日来た時は取引実績がないことを理由に門前払いを受けたが、諦めきれずにまた押しかけてきたという。助けてほしい、彼女が絞り出すように言った。俺はその商品に覚えがあった。なぜなら俺自身が顧客に卸したことがある商品だったからだ。しかし製造元はすでに生産を終了し、現存するのは各店舗にある在庫のみとなっていた。俺は彼女に、確約はできないけど探してみるよと依頼を受けた。彼女はとても感謝し、見つかった場合は正式に契約を結ぶ約束をして帰っていった。俺はすぐさま実行に移した。卸した実績のある顧客すべてに連絡し、在庫が残っていないか確認する。卸した顧客の数が多くて苦労したが、彼女のすがるような顔が忘れられず必死になって探した。顧客の数だけは社内一と自負している。あらゆる関係各所に連絡を取る。普段からお世話になっている俺のためならと、店の在庫をすぐに確認し、協力してくれる店舗さんたち、人と人のつながりを改めて実感していた。その結果、なんとか商品5点をかき集めることができた。俺は早速山崎さんに連絡する。電話口で山崎さんは涙声でしきりに感謝の言葉を述べていた。後日山崎さんから連絡があり、無事にお得意様に商品を届けることができたとのこと。それからも山崎さんはうちの会社と取引を始め、新しい顧客になってくれた。その際に彼女が改めて踏切での行為を断ったことを謝罪してきた。商品を探すのに必死で気が立っていたという。そんなこと気にしなくていいのにとお人よしを発揮。そんな俺をなぜか心配そうに見ていた。その後も頻繁に商談をするようになり、俺は彼女の店をよく訪れるようになった。いらっしゃいませって、なんだ清水さんかとアルバイトの女の子に残念な顔をされた。悪かったな、客じゃなくて。ふてくされた顔で彼女をにらみつける。それで山崎さんは？店長なら奥にいますよ。ニヒルな顔で俺の質問に答える。彼女は店内を見渡し、客がいないことを確認すると、俺を奥にある事務所へ案内してくれた。事務所に入ると山崎さんがパソコンに向かって帳簿を作っているところだった。店長、清水さん連れてきたよ。アルバイトの女の子が山崎さんに伝えると、車椅子を回転させてこちらを向いた。お疲れ様です、清水さん。ねぎらいの言葉をかけて机から離れる山崎さん。それじゃあ私はレジに戻るね、ごゆっくりとアルバイトの女の子が意味深なことを発してレジに戻っていった。アルバイトの変なセリフに気まずい空気が流れる。
俺はそれを払拭するかのようにカバンからタブレットを取り出し商品ページを開いた。新商品の紹介を始めるとタブレットを貸してと俺から取り上げ、あ、これかわいい。次々画面をスクロールしていき欲しいものをピックアップしていく。その顔は経営者というよりただ少女のような笑顔だった。仕事で会うたびに山崎さんは俺に無理していないか、本当は嫌なのに我慢していないかと聞くようになった。俺は誰かに優しくして心配されたことが初めてで、山崎さんの方こそ優しい人だと感動する。気がつけばそんな山崎さんのことが気になるようになっていた。商談終わりの雑談タイムに彼女を食事に誘ってみた。はじめは車椅子の自分なんかを誘うなんてと遠慮気味の山崎さんだったが、そんなこと気にしないと何度も誘った。女性には優しくするだけでは自分の気持ちは伝わらない、そう思った俺は今までにないくらい猛アタックを繰り返す。数日後、ああ、全然誘いに乗ってくれないや。俺はレジにいるアルバイトの子に愚痴を言っていた。まあまあ、ミカさんもまんざらじゃない感じですよ。諦めないで、トライ、トライ。なんなら私が付き合ってあげましょうか？と、アルバイトの子が冗談交じりにからかってくる。こーら、清水さんをからかわないの？事務所の方から山崎さんが現れて、アルバイトの子を叱る。ああ、山崎さん。俺は、今にも泣き崩れそうな声を出して彼女に向く。もう何ですかその頼りない声は。だっていくら誘ってもうんって言ってくれないんですもん。俺は今までとは違う角度から誘ってみた。そんな俺の推しに負けたのか彼女はやれやれといった感じでしぶしぶ了承してくれた。俺は嬉しさのあまり店内で飛び跳ねていた。その日から俺は彼女と行くお店探しを始めた。インターネットの口コミを参考にしてメモを取る。数店舗目ぼしいところを見つけては下見に行く。その間に彼女の好きな食べ物やアレルギー等があるか聞いておく。特に食べられないものはないと言っていたので俺はイタリアンレストランを予約することにした。数日後、予約したレストランに彼女を連れて行く。何度か経験しているはずなのに、なぜか緊張していた。彼女も普段とは違う服装で、ドレスアップして、とても美しかった。俺も普段のスーツより、きちんとしたのを選び、清掃できた。なんだか、見慣れない格好で恥ずかしいわ。照れる彼女。俺もあまり着ない格好に、ぎこちなさを実感していた。店に入ると受付に名前を伝え席に案内される。その間ウェイターの方が彼女をテーブルまでエスコートしてくれた。彼女は恥ずかしそうにうつむいていたがお店の対応に満足しているようだった。飲み物は二人ともソフトドリンクを頼み、料理は予約時にコース料理を頼んでいた。フルコースを堪能しつつ会話が弾む。メインディッシュが届き、料理に舌鼓を打つ。そろそろ終盤が迫っているのを感じ、俺は、あの、ミカさん。はい？俺の突然の呼びかけに、変な声で応答する。俺と、付き合ってください。お店に迷惑にならない程度のボリュームで告白をする。私、こんなだよ。と言って車椅子を指す。車椅子だろうと関係ないです。俺がずっとあなたを支えます。俺の言葉に涙を流す彼女。嬉しいです、ありがとう。こちらこそよろしくお願いします。彼女から告白の返事をもらうと俺は立ち上がりガッツポーズを決めていた。すると周りから盛大な拍手が送られてきた。拍手にお辞儀をしていると、
当店からのささやかなプレゼントです。と、お店からケーキが全テーブルに配られた。付き合い始めた俺たちは楽しくデートを重ねる。映画を見に行こうと決めると、彼女が海外のアクション映画が大好きだと知った。ヒーローが集結して悪役をやっつけるシリーズ。単体のヒーロー映画も DVD を購入して見ているほどだと熱弁する。俺はあまり通ってこなかった方なのでと言うと、シリーズ最初から貸すよ、と勧めてくる。俺はこれを機に見ることにした。この日はまた別のアクション映画を見ることになった。シリーズものを途中から見ても分かりにくいからだと彼女は言う。この日見た映画もとても面白くて、DVD が販売されたら買っちゃおうかなってくらいハマってしまった。水族館にも行った。巨大パノラマの中を優雅に泳ぐ魚を見て、俺が感動していると。うわぁ、おいしそう。と、よだれを垂らすミカさん。丁寧な飼育をしているからおいしそうに見えるんだよ、と彼女が慌てて釈明する。以前、どこかで話題になったことがあるような。そんなことを考えていると、目の前に、おいしそうに見えるということは、魚たちの見た目がよく、健康に飼育できている証拠であり、私たち飼育員としては、とても嬉しい褒め言葉だからです、と書いてあるポップを見つけた。彼女が、ほらー、と自慢げに言っていた。その後も何度かデートをして、俺は、再度ミカさんに告白をした。すると、ミカさんから、あなたのお人よしなところが好き。でもそれが心配だから、付き合って見張っていてあげる、と笑いながら言った。俺は優しいだけじゃダメだと思って、自分にしては強引にミカさんに迫っていたつもりだったが、彼女からしてみれば、それでも俺は優しすぎるのだという。俺は優しいだけの自分でも大丈夫なんだ。自分の本質を知ってなお、ミカさんは、そこがいいと言ってくれたんだと嬉しくなった。ミカさんと俺は順調に交際を続けた。そして結婚を決心した俺はプロポーズの場所にある場所を選んだ。お待ちしておりました、清水様。受付を済ませた俺たちをテーブル席まで案内する。その間、ウェイターが彼女をエスコート。なんだか懐かしい感じね。ウェイターに車椅子を押され、懐かしさを感じている彼女の横を歩いて、席に着く。前回同様、ソフトドリンクを頼み、コース料理を出してもらう。メインディッシュが来る直前に、俺は席を立って、お手洗いに行く。と、見せかけて、店員からあるものを受け取った。席に戻って、メインディッシュを堪能する。ここの料理、本当に美味しいね。彼女の幸せそうな顔を見てにんまりする。メインディッシュを食べ終えて最後のデザートだけとなった。その時、店内の照明が消え真っ暗になった。俺は落ち着いていたが、何も知らない彼女は、何？何？と慌てていた。山崎、美香さん。俺は暗闇の中、彼女を呼ぶ。スポットライトのように俺たちの席だけ明かりが灯り、俺は美香さんの近くに行って、俺と結婚してください。懐に忍ばせていた婚約指輪を出してプロポーズをした。しばらく沈黙が続いて、私がOKしなかったらどうするつもりだったのよ。その時は店の人に慰めてもらいます。俺がはにかんで答えると、ミカさんは婚約指輪を受け取り自分の指にはめた。その瞬間、店内は一斉に点灯し、周りのお客さんや従業員から拍手が送られてきた。俺たちは周りにお辞儀をする。で、この後ケーキのプレゼントでもあるの？とミカさんが俺に聞いてきた。そのタイミングでウェイターがケーキを運んでくる。はい、
今回はこちらからお願いしました。成功の暁には前のようにケーキを出してくださいと。俺は彼女にネタバラシを始めた。レストランの予約の時に事前にプロポーズをする旨を伝え、その時間に来る客にも話は通してもらう。お店側はノリノリでその案を受け入れてくれたのだった。その後、俺たちはお互いの両親に結婚の挨拶をした。母さんは大喜びで仏壇の父さんに報告していた。俺たちも仏壇に手をついて挨拶をする。彼女を見ると何やら驚いた表情を浮かべていた。その日の夜、彼女に呼び出され、俺は待ち合わせ場所の公園に向かった。公園に着くとベンチの横にすでに彼女は到着していて、俺を見つけると手を振ってきた。こんなところに呼び出してごめんね。神妙な面持ちで謝る彼女を不思議そうに見つめていたら、私が車椅子になった理由話してなかったよね。実は昔交通事故にあって。彼女の話をベンチに座って聞いた。その内容はどこかで聞いたことがあるものだった。トラックに轢かれそうになったところをある男性に助けられたこと、その男性が犠牲になってしまったこと、その時に怪我をして足腰が不自由になってしまった。それって、彼女の話を聞いてある人物が脳裏をよぎった。あなたのお父さんよ。俺の顔を見つめ涙を浮かべる。まさかあの人のお子さんと結婚するなんて思ってもみなかった。自分の命の恩人である亡き父と同じ姓になれることをとても喜ぶ美香さんだった。父さんのおかげで俺たち出会えたんだね。俺はぎゅっと彼女を抱きしめ唇を重ねた。それから結婚式の準備や仕事やらでてんてこまいな日々を送っていた。式場を二人で探し打ち合わせをしていると彼女の携帯に連絡があった。アルバイトの子からの電話で、どうやら SNS で熊の子バリーがバズっているという話だった。美香さんのお得意先様の子供に超有名なインフルエンサーがいるらしく、その人の影響で熊の子バリーが人気爆発中とのこと。俺の会社にもたくさんのところから注文が殺到していた。ダメ元で製造元に再生産を打診してみる。すると再生産が決定し、それを A 社がまとめて販売することになった。熊の子バリーの大ヒットにより俺の成績は急上昇を見せた。結婚式の日程も決まり、式の招待状を会社に配っていると、お前もようやく出世だな。同期の部長代理が背中をポンと叩いて褒めてくる。ありがとうございます。俺は礼を言ってその場を後にした。他の人にも招待状を渡すたびにおめでとうと二つのことを祝われた。結婚式はお互いの親族、会社関係者を集めて盛大な披露宴となった。花嫁姿の美香さんがいつも以上に輝いて見えた。俺は彼女の隣をぎこちなく歩き、周りから失笑されていた。披露宴は会社の同僚や同期たちの宴会芸で大変盛り上がりを見せた。俺の過去や美香さんの過去など、二人の出会いを描いた作品をアルバイトの子がアニメーション化して披露してくれた。会場は感動の涙で溢れていた。俺も彼女も号泣してしまった。その後も披露宴は順調に進み、二次会に突入。場所はもちろんイタリアンレストラン。二人の思い出がたっぷり詰まったこのレストランを参加者に知ってもらいたかった。お店を貸し切りにしてもらい、二次会を楽しんだ。無事二次会もお開きとなり、俺たちは新婚旅行に向けてホテルに向かった。新婚旅行から戻り、会社に入ると辞令が出ていた。その辞令は熊の子バリーの大ヒットによる昇進だった。俺は部長のところに赴き、新婚旅行から戻りました。長期休暇ありがとうございました。
旅行の手土産を差し出し、それと部長、お話がありまして。俺の歯切れの悪さに察した部長が会議室に俺を連れ出す。実は俺はそっと退職願いを部長に渡す。せっかく出世できたのにいいのか。出世を喜んでくれている部長には申し訳ないが、旅行から帰ったら出そうと決めていた。妻とも話して決めたことなので。旅行中、俺は美香さんの仕事を手伝うために会社を辞めることを相談していた。出世を棒に振ることも覚悟で、俺は彼女のそばにいることを選んだ。そんな俺の決意をおもんばかり、しぶしぶ了承してくれた。部長にそのことを伝えると、お前が決めたんなら尊重するしかねえなと、快く退職願いを受け取ってくれた。俺は退職までの期間で引き継ぎをし、関係各所に連絡を入れた。残りの有給も消化して、その間は美香さんのお店の手伝いをした。お店は熊の小針高架で、客が途切れることなく来店するようになり、アルバイトの子だけでは間に合わない状態になっていた。清水さんがいてくれて助かった。アルバイトの子が悲鳴を上げるほどの盛況っぷりに、インフルエンサーの効果を目の当たりにした。その後も俺は店を手伝いつつ、在庫の管理や仕入れを行っていた。会社時代の顧客ともつながりが深く、美香さんのお店は輸入と卸もするほどになり、順調に大きくなっていった。最近では店の方に新たなアルバイトを雇い、俺は輸入や卸をメインで見るようになった。それだけでは手に負えなくなってきていて、母さんにも手伝ってもらっている。そろそろ会社化しようかと美香さんが笑いながら言うのを見て、俺は幸せを感じていた。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。売り場の商品がスカスカだぞ、なんとかしろ。自分のミスを棚に上げてなんとかしろって何を言ってやがる。重労働、上司のフォロー、そして私生活のことを考えてると頭がついにパンクした。あれ、俺はなんでここに。気がついたら病院にいた。職場で倒れたらしい。職場の同僚が俺を見てくれていた。年末商戦の忙しい時に3日間の入院を余儀なくされた。俺が出勤しなければ仕事は点で落ちかないのに、情けない。とてもタイミングが悪すぎた。だがそのタイミングは俺の人生のターニングポイントでもあったのだ。俺の名前は滝沢明、現在29歳で独身。17歳の頃、早くに両親を亡くして一つ年下の妹ゆいと二人暮らしになった。施設に入ろうかとも考えたが、真っ先に俺は高校を卒業してからすぐに働き始め、さらにゆいも高校を卒業してから働いてくれて、なんとか今日までやってこれた。小さい頃は兄弟喧嘩は多かったけれども、二人で暮らすこととなってからはお互いを思いやるようになり、いつしか仲の良い兄弟となった。23歳の時に結婚したゆいは現在4歳になる一人娘がいる。俺の可愛い姪っ子だ。名前は新井かすみ。ゆいに似て男勝りではっきりものを言う元気で活発な女の子だ。俺と妹夫婦は駅から一駅離れたところに別々に住んでいて、程よい距離感の中で暮らしている。あきらおじちゃん、抱っこ。おっしゃ。お、かすみ、ちょっと大きくなったんじゃないか。よく抱っこを迫ってくる姪っ子の成長を見るのが本当に楽しい。よくゆいはかすみを連れて俺が働くスーパーの売り場に遊びに来てくれたり、こっちが妹夫婦のところにお邪魔したりと、とてもいい関係を築けていた。あきらお兄ちゃん、いい人いるの？とゆい。今はいないな。気になる人はいるんだけどな。もしいい人いたら紹介してくれよ。気になる人ね。もっと積極的にならないとダメだよ。愛する妹よ、そう言ってくれるな。恥ずかしながら俺はもうすぐ30歳、結婚したいという気持ちはあるのだが、なかなか交際には発展しなくてな。気になる人だが、今働いているスーパーに
転職という形で入ってきた女性がいた。おはようございます。伊丹京香と申します。とても聞きやすい声で、小柄で髪型はショート、人当たりがよく清潔感あふれ、接客慣れしている女性だ。期待のエースとして周りから評価も高ければ言い寄ってくる男性も多い。俺なんか入り込む余地なんてないに等しい。だが彼女が入ってくれたことで職場の雰囲気は良くなったことは確かで、よくぞうちのスーパーに入ってくれた、そして俺の部署へようこそと大歓迎するべき人材だった。よく俺をいびってくる42歳の轟課長、嫌な上司がいるからなおさら伊丹さんの存在は俺にとって大雨の中から顔を出す太陽のようだった。これだったら目の上の単行部的存在の轟課長にいくら怒られようが頑張れるかも。滝沢さん、よろしくお願いしますね。こちらこそ何でも聞いてください。売り場での一連の流れやデスクワークは俺が伊丹さんに教えることとなった。業高とはこのことを言うのか。高校卒業してから以来ずっとこのスーパーで働いているが、今までにない楽しみとなった。ある日の昼下がり、職場に一本の電話がかかってきた。え？俺にですか？誰だろう。妹の職場の方から入った電話だった。緊急連絡先を俺の職場にしていたということで電話したという。はい、滝沢です。はい、確かに新井結衣は僕の妹です。え？何ですって？俺は上司に事情を伝えて仕事を早退させてもらい、総合病院に急いだ。妹夫婦一家が川遊びしていて水難事故？どういうことなんだ？走ってタクシーに乗り病院に着くなり、姪の霞が大泣きしていた。あきらおじちゃん、お父さんとお母さんが。大切な妹ゆいと義弟はすでに帰らぬ人となっていた。目撃者の情報によると、天候が急に変わり川の流れが急に激しくなり、川の中で溺れかけていた姪を助けようと義弟と妹が何とか助けるも、今度は妹が溺れてしまう形となって、さらに義弟は必死に助けようとするが、川の急な流れに二人は耐えきれず500メートル先まで流されたという。霞は5歳になったばっかりなんだぞ、どうしてこんなことに。涙が止まらなかった。たった一人の家族だった大切な妹をこんなに若くして失うなんて。スーパーの仕事は1週間の休みをもらい、謹慎で葬儀を終えて、妹夫婦が住んでいたマンションを引き払い、俺は姪の霞と一緒に俺のアパートで暮らすこととなった。霞は現実がなかなか受け入れられずずっと泣いていた。俺は17歳の時に両親を亡くしたが、5歳で両親を亡くすなんて。今後のことを考えると精神的なケアも大事になってくるし、俺がしっかりと霞のことを見てあげないといけない。霞とペースに合わせて話を聞いてあげたり、遊びに連れて行ったり、子供に合わせた食事をとったりして、少しでもぽっかりと開いた心の穴を埋めていくように努めた。あきらおじちゃんの作るご飯、お母さんのよりまずい。はっきり言ってくれるな。ごめんな霞、お母さん料理上手だったからな。今度私手伝う。おじちゃん下手。嬉しいな。霞が手伝ってくれるときっと美味しくなるな。少しずつではあるが、悲しみを乗り越え、前以上に心を開いてくれて、時折霞は笑ってくれるようにもなった。泣くことも少なくなった。幸いスーパー勤めもあって、食材やお惣菜にはシャワリが効く。不安ではあったが、なんとかやっていきそうだと思えるようになった。妹夫婦の水難事故から3ヶ月が過ぎた。幸い霞はだんだんと精神的に落ち着きを見せてくれるようになった。幼稚園の送り迎えはありがたいことに、霞の友達の親御さんに協力を得て、俺の仕事が終わるまで友達の親御さんのもとで預かってもらうようになった。お迎え遅くなったな。今日は霞の大好きなたこ焼き買ってきたからな、一緒に食べよう。たこ焼き？わーい。大事な年末商戦ということもあって残業が重なり、なかなか家で自炊するのも難しい時期に差し掛かった。疲れがだんだんと溜まってきているのがわかる。そんな時に限って上司の轟課長はいつもイライラしていて、何かにつけて俺に当たってくる。滝沢、売り場の商品がスカスカだぞ、なんとかしろ。いや、そこはあんたの発注ミスだろ。自分のミスを棚に上げてなんとかしろって何を言ってやがる。轟課長は忙しくなれば忙しくなるほどテンパってしまい、
時々支離滅裂な言動をするので、その対応に毎度ストレスも溜まっていく。滝沢さん、手伝えることありますか？頑張りましょう。伊丹さん、ありがとうございます。では、あの地図類をこちらに。この際を。伊丹さんの言葉は、ドラクエの呪文で言うならばベホイミ。回復と癒しを与えてくれる。12月もど真ん中となり、忙しさはドピークを迎えた。朝起きたらなんだか変な汗が出てきた。頭もズキズキする。だが、俺が出勤しなければ仕事は落ち着かない。霞を幼稚園へ送り、自転車で突っ走って職場のスーパーへ。1年の中で一番数が多い高級食材が、次々と来るトラックの積み荷から降ろされて商品として並んでいく。いや、例年に増してすごい量だ。仕事の忙しさに加え、轟課長の拍車をかけた支離滅裂な言い分を聞いて、そして家に帰っては姪っ子の対応と30句、40句が積み重なり、ついに俺は職場で倒れてしまった。気がついた時には俺は病院のベッドにいた。あれ？俺はなんでここに？辺りをキョロキョロと見回した。気がつきましたか？と伊丹さんが横にいてくれた。あ、伊丹さん、おはようございます。ここは病院？おはようございますって時間ではないんですけどね。今は夕方4時です。あ、こんなことしてられない。仕事しなくちゃ。轟課長に怒られる。今はダメです。寝ててください。過労で倒れてしまったんですよ。3、4日の入院は必要ですって。過労で？そうでしたか。あ、やばい、連絡しなきゃ。俺は医療用デスクに置いてあった携帯を手に取った。携帯の待ち受けの写真、女の子ですか？ああ、そうです。俺の可愛い姪っ子なんです。今お見せしますね。俺は伊丹さんに携帯の中に入っている姪っ子の画像をいろいろと見せた。この子ってまさか、え、かすみちゃんですか？新井かすみちゃん。これまたよくご存知で。知り合いですか？病室に担任の先生と共に幼稚園の制服姿のかすみが入ってきた。あきらおじちゃん。おお、かすみ、来てくれたんだ。悪かったな。やっぱりかすみちゃん、お久しぶり。伊丹さんはかすみに向けて軽く手を振った。あ、レゴのお姉さん。レゴのお姉さん？伊丹さんとかすみはどういう関係なのか。私ね、レゴのお姉さんからもらったレゴ、ずっと大切に持ってるんだよ。かすみは幼稚園のバッグからちょっと汚れた小さいレゴ人形を取り出した。そういえば大切に手に持っていたことがあったな。俺もちっちゃい頃にレゴで遊んだことはあるけれど、長年ずっと愛されていて、いろんな組み立てができる子供に人気の人形だ。その人形は小さくて白い服を着たミッキーマウスのレゴだった。これ持ってたらね、川に溺れずに済んだんだよ。そっか、お守りになったんだね。聞くところによると、伊丹さんはうちのスーパーに入る前は百貨店のおもちゃ売り場で仕事をしていて、よく妹夫婦とかすみが遊びに来てくれてたという。かすみが、買って買って、レゴ買ってと妹夫婦にせがむも、なかなか買ってもらえず泣いていた。かすみは何度も百貨店に来ては、まずはレゴコーナーを見に来て、ミッキーマウスレゴ人形を凝視し、伊丹さんが何度も接客していたという話。もともと子供好きな伊丹さんは、自分のお金でミッキーマウスレゴ人形をかすみに買い与えてくれたという。かすみちゃん、これ大切にしてね。お守りになるかもね。ああ、ありがとう。私がすっごく欲しかった可愛いレゴ。それから伊丹さんはレゴのお姉さんと呼ばれるようになり、かすみが真っ先によく会いに行っていた。伊丹さんにとっては妹夫婦は大切なお客様という構図だ。そうでしたか。では亡くなった妹さん夫婦は新井さんご夫婦だったんですね。そうなんです。5歳にして両親を亡くしてしまって、俺が面倒を見てるんです。愛する妹さんを亡くして、過酷な年末商戦の仕事、かすみちゃんのこと、いろいろと大変だったでしょうね。かすみが元気であればそれでいいんです。倒れてしまっては元も子もないですけどね。ふふ、轟課長、きっとおかん無理でしょうね。知らないですよ。ああ、もう勘弁、早く直さなきゃ。滝沢さん、
私に手伝えることないですか？え、伊丹さん。ちょうど幼稚園の担任の先生もいたので話し合いをしていろいろと都合をつけることができた。入院中、留守にしている3日間、俺はアパートの鍵を伊丹さんに渡し、霞の面倒を見てもらった。年末商戦で忙しい時にこんなことを職場の同僚に任せてもいいのだろうか。しかし伊丹さんからのこまめな LINE での連絡で幾分かの不安は払拭された。退院日を迎えた俺はこうしてはいられないと足早に家に帰った。家に帰ると霞と伊丹さんがいた。あきらおじちゃん、おかえり。お帰りなさい。ただいま。部屋がきれいに掃除されてある。やはり男一人、姪っ子一人だと汚い部屋はこうもきれいになるものかと驚いてしまった。見て見て、教官お姉ちゃんにミニーマウスのレゴ買ってもらったんだよ。教官お姉ちゃんか、下の名前で呼ぶように教わったんだな。教官って名前も素敵な響きだな。伊丹さんすみません、またレゴ人形を買ってもらったりして。いえいえ、うちのスーパーって意外とおもちゃコーナーも充実してるんですよね。ああ、3階のおもちゃコーナーか。レゴあったんですね。ありがとうございます。ミッキーマウスとミニーマウスのレゴ人形が揃ったかすみはとても嬉しそうだった。さらに興奮したかすみはこう続ける。ねえねえ、教官お姉ちゃんのご飯すっごく美味しいよ。おじちゃんも作ってもらったら？え、いいんですか？喜んで。夕飯は3人で卓を囲んだ。かすみが言うように本当に美味しかった。伊丹さんの料理は健康的で緑がいっぱいあって優しい味、立派な和食だった。こんなによくしてもらって俺はどうお礼すればいいのか。伊丹さんは話を切り出した。実は私も幼い頃に両親を亡くしたんです。社会人になるまで兄に面倒を見てもらってたんですが、兄も他界してしまって今は一人なんです。と伊丹さん。そうだったんですか。なんだか滝沢さんやかすみちゃんを見ていると境遇が似ていて力になりたいと思ったんです。一人ってやっぱり寂しいから。涙しながら伊丹さんは言った。ねえ教官お姉ちゃん、今日泊まってって。3人で一緒に寝よう。こらかすみ、教官お姉ちゃんは忙しいんだぞ。いつまでもそんな時間を。ずっと泊まってって。かすみ。涙を拭った伊丹さんは嬉しそうに言った。じゃあかすみちゃんの言葉に甘えちゃおうかな。やったー、またあの絵本読んで聞かせて。かすみの強気な発言に俺は何度も何度も驚かされた。そんな無邪気な言葉一つ一つが俺の思っていることを代弁してくれているようでとてもありがたかった。俺は仕事に復帰し、とても忙しい年末商戦をなんとか乗り切った。今年の客の入りは想像以上にすごかった。相変わらず轟課長はテンパってばかりだったが、俺はこれも仕事だと割り切って発注管理など間違いのないようフォローすることに徹した。さらに伊丹さんも俺をフォローしてくれて二重のチェックをし、轟課長の分まで働いた。忙しい時ほど落ち着いてほしいものなんだが、もうこれは仕方ない。俺が入院して休んだ時は轟課長はテンパりながらも俺の分まで頑張ってくれたらしいから、そんな助け合いに伊丹さんは笑顔を見せてくれていた。今度教官お姉ちゃんいつ来るの？とかすみ。俺は男だから、小さい頃は竹馬とか綿子とかゲームで遊んだものだけど、小さい女の子にとって思い出となる人形ってこうも大切なのかと思った。大晦日の営業を終え、ようやく正月休みが取れた。三が日は休みで1月4日から初売りだ。元旦の朝に伊丹さんがうちに遊びに来てくれた。年末商戦お疲れ様でした。と差し入れもしっかりと持ってきてくれた。優しい人だな。本当に素敵な人だ。私も乾杯したい。かすみはオレンジジュース片手にとても喜んでいる。3人で笑顔の元旦、とてもいい雰囲気だな。こんな団らんに俺は飢えていたのかもな。かすみが突然大切なバッグから2体のレゴ人形を取り出しテーブルに置いた。さてここにミッキーマウスとミニーマウスのレゴがあります。うんうん。と俺と伊丹さん。あきらおじちゃんと教官お姉ちゃんはミッキーとミニーみたいにくっつかないの？俺と伊丹さんは顔を合わせてカーッと顔が赤くなった。
こら、かすみ、元旦早々なんてことを。お似合いだもん、ミッキーとミニーみたいなんだもん。最近の幼稚園児はここまで混ぜているのか。俺はもう恥ずかしすぎて炎のように赤く燃え上がった顔の火消しに必死だった。かすみの問いに伊丹さんは落ち着いてこう答えた。かすみちゃん、私はね、ミニーのようにずっと前から待ってるんだよ。え？アキラおじちゃんは？いや、そりゃ一緒に暮らしたいさ。冗談は抜きで、結婚を前提に。はい、決まりだね。明けましておめでとうございます、と全てを取り仕切ってくれた姪っ子のかすみ。5歳の娘がやることか。あの、本当に俺でいいんでしょうか？はい、よろしくお願いします。伊丹さんは嬉し泣きをしていた。気がつけば俺はかすみが求めるハイタッチにパンと手を添えた。こんな小さな手なのに何もかもやることが混ぜて嫌がる。ミッキーとミニーのレゴ人形でうまく話をまとめてくれるなんて。またまたかすみの強気な発言や無邪気な言葉がはっきりしない俺の背中を一押ししてくれた結果となった。めいっ子が俺のキューピッド役になってくれるなんて、本当に最高のめいっ子だ。お昼過ぎにかすみを真ん中に3人は手をつなぎ、地下鉄を乗り継いで浅草寺に初詣に行った。引いたおみくじは3人して大吉だった。人生には早かれ遅かれ必ず訪れることがある。それは親とのお別れだ。十分孝行する人もいれば、孝行したい時に親はなしということもあるだろう。兄弟との別れもしっかりだ。いつか必ず訪れて悲しみを乗り越えて、人は強くなり人に優しくなる。私生活でも仕事でも誠心誠意向き合わないといけない時が来る。強がってばかりいてはダメ。時には人に甘えることも必要だ。本当に困っている時に人が手を差し伸べてくれる人は偉大だ。とても貴重な存在だ。俺は両親が他界してからはいろんな人に助けられた。まさか自分が小さい頃の夢とは違うスーパーの社員になるなんて思ってもいなかったが、決して悪いことばかりではなかった。長く続けられたのはやっぱり助けてくれるスタッフがいたから、居心地が良かったからだ。目の上の単行部的存在だった轟課長は業務に支障をきたしてしまうと地方の店舗に飛ばされてしまったけど、異動が決まった時は俺はちょっぴり残念だった。唯一俺を怒ってくれる存在だったからだ。俺の中でお世話になった上司だし、言うほど悪い人ではなかった。いい面を知っていたから多少のミスはこちらで何も言わずフォローしていた。それぐらいしか俺には手を差し伸べることができなかったが、俺が轟課長の椅子に座ることとなり、スライド式に課長の役職に就いた。高卒の俺でもみんな俺の仕事ぶりを正当に評価してくれている。ありがたいことだ。小学1年生になるのをきっかけに、かすみの名字は新井から滝沢に変わり、滝沢かすみと名乗るようになった。それと同じタイミングで伊丹さんの名字も伊丹から滝沢となり、滝沢京花となった。交際してからわずか3ヶ月のスピード婚だった。結婚式には元上司である轟課長も招待した。轟課長はちゃんと俺たちを祝福してくれて、ありがとうと握手をし大泣きしていた。職場ではお礼されたことなんてなかったのに、中でもご祝儀は一番大きめに包んでくれた人だった。人は見かけによらないものなのか、地方の店舗での業務は落ち着いてテンパらずに頑張ってもらいたい。轟課長とは毎年年賀状を送り合う仲となった。ある日自宅でパソコンを開いてインターネットで調べ物をしていると、かすみちゃん、名古屋にレゴランドができるんだって、と強化。レゴランド？何それ？そうね、ディズニーランドのレゴ版って感じかな。レゴいっぱいいるよ。あー、行きたい行きたい。お父さんに連れて行ってもらおうね。名古屋か、思い切ってホテル取って行くか、と俺。かすみを真ん中に俺と強化は手をつなぎ、東京駅に向かい、名古屋行きの新幹線に乗った。俺と京香の新婚旅行となった。2泊3日の名古屋の旅、距離的には近いけどこれでいい。キューピッド役になってくれたかすみへの俺たちからのプレゼントだ。家族3人の思い出一つ一つを大切に生きていきたい。
いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。ねえ、あんた。中卒の部下なんだから部長の旦那に迷惑かけないでよね。小鳥のさえずりが響く閑静な住宅街の朝に、お隣の奥さんの声が響く。この言葉は俺に向けられている言葉である。先日引っ越してきたばかりの俺たちは、どうやら部長夫妻であるお隣さんによく思われていないらしい。彼女は俺のことを中卒の左遷部下と表現していた。彼女は大きな勘違いをしているのだ。中卒の左遷部下が何者なのか、彼女が真実を知るのは少し先のことだった。俺の名前は上田清。自動車の部品を作る会社に勤務する社会人。妻のマリコとマナ娘のリンの3人暮らしで暮らしている。仕事もまあまあ順調で、家族とも仲がいい。自分的には毎日幸せな日々を送っていた。そんな平和な生活を送っていたある日のこと、俺は会社から転勤の辞令を受けることになった。長年勤めている会社なので、今までも小規模な転勤は何回かある。しかし今回は少し遠方への転勤だ。我が社の大きな工場がある田舎への転勤になった。田舎への転勤と聞くと、交通の便が悪かったり生活が不便だったりという不安がつきものではないだろうか。実際俺も初めはこの転勤には大いに不安があった。というのも、俺たち家族は本当に仲がいいのだ。転勤だからといって単身赴任という可能性はかなり希薄。俺たちは一家で揃って赴くことになると思われた。そうすると、田舎という土地を俺が受け入れることができても、主婦である妻や娘が同じかはわからない。慣れない土地で苦労をかけることを思うと、申し訳なさでいっぱいだった。しかし実際はというと、そんな心配は全くの無用。俺以上に妻や娘の方が田舎への転勤に前向きだった。特に娘の凛は3歳になる女の子であるが、かなり活発な子。何より走り回るのが大好きなのだ。都会のマンションよりも地方の一戸建てに住んだ方が、毎日走り回ることができて楽しいようだった。ちなみにこの一戸建ては社宅である。アパートやマンションもあったが、家族みんなで過ごすには一戸建ての方がのびのびと過ごせるのではないかと思われた。実際小さいながらも庭がついており、家庭菜園が好きな妻もかなり喜んでくれたのだった。ところで俺たち家族の仲の良さはもう十分伝わったかと思うが、元をたどれば妻との付き合いの長さがかなりのものだった。俺たちの出会いは助産院。本人たちも覚えていないくらい大昔の話なのだが、俺たちは同じ病院で一日違いで生まれたのだ。一日違いということで、3ヶ月検診や半年検診も常に一緒。母親同士が仲良くなるのも必然だった。それから親経由で頻繁に会うようになり、幼稚園、小学校、中学校と同じ学校に通った。ハイハイから思春期まで、どちらかの親が仕事で忙しいときは、片方の親に用事をお願いするのもよくあることだった。こうして家族ぐるみで仲の良かった俺たちは、まさに家族同然のように一緒に成長していったのだった。しかし中学3年のとき、この関係性にも変化が起きた。親の仕事の都合で俺たち一家の引っ越しが決まったのだ。その時の俺はというと、何とも言えない切なさでいっぱいになった。それまではマリコのことはただの幼なじみに過ぎなかったのだが、いざ離れ離れになると自分の気持ちに気がついたのだ。俺、こいつのことずっと好きだったんだ。そう気がついた頃にはもう遅い。思いを伝えきれないまま東京に引っ越したのだった。今みたいにスマホといった便利な機械はまだない時代だったから、離れてしまった幼なじみたちが連絡を取るには文通という手段を用いるしかない。
もちろん俺たちも最初は手紙でやり取りをしていたが、あまりうまくいかなかった。俺には秘めた思いがあったものの、残念なことにいつの間にか自然消滅していたのだった。そして全く連絡を取らずに十数年、次に俺たちが出会ったのは東京の地だった。大学は地元の学校に進学したマリコだが、就職は東京の会社にしたようだ。俺も引っ越してからずっと東京で暮らしていたが、マリコがこちらに来ていることは全く知らなかった。しかも衝撃的なことに、マリコは俺と同じ会社に勤めていたのだ。これには本当に驚いた。気づいた瞬間、マリコ?とすっとんきょうな声を出した俺に、彼女は目をまん丸くさせていた。驚きで声も出せないといった様子だった。そして俺は出会ったその日のうちにマリコを食事に誘った。幼なじみとして積もる話があるという名目で誘ったものの、内心はそれだけではないのが事実。なんといっても離れて10年以上経った初恋の相手と運命的な再会を果たしているのだ。かつてくすぶらせていた恋心が再燃するのも当然のことだった。しかもありがたいことに、アラサーを迎えようとしていたマリコもまだ未婚、それどころか彼氏もいなかった。かつての優しさと無邪気さを今なお忘れていない彼女に、俺は見事に再び惚れ込んでいったのだった。それから俺の猛アタックが始まる。大人になった今回はチャンスを逃すわけにはいかない。食事に誘ってはデートを重ねながら交際を申し込む。何度も断られたが、諦める気は全くなかった。最初は幼なじみすぎて恋愛を想像できないよと言っていた彼女も、徐々に意識してくれるようになったようだ。5回目の食事で、まだ男として見れない?と聞いた俺に、ううん、清は素敵な男性だよと言いながら、付き合おうと言ってくれた。本当に本当に嬉しくてたまらない瞬間だった。それから3年の付き合いを経て、ついに結婚。年齢もちょうどいい感じになっていたことから、ごく自然な流れで進んでいったのだった。そして妻のマリコは妊娠、同時に会社を退職して、今は子育てと家事に専念してもらっているということだった。そんな娘のリンは今3歳。ただでさえ父親は娘にメロメロになるというものだが、リンは比較的遅くに生まれた子なのでなおさらだ。本当に可愛くて目に入れても痛くないということを実感する毎日だった。こうして愉快な我が家が引っ越しをして今に至るというわけだが、この転勤に際して俺たちはある出来事に遭遇した。それは引っ越してすぐのことだ。荷ほどきがある程度終了した俺たちは、隣の家に挨拶に行くことにした。俺たちの住む一軒家は両サイドを家に囲まれており、片方は空き家で、もう片方は部長夫婦が住んでいるのだという。引っ越して慌ただしくさせてしまったし、今後のご近所付き合いのためにも失礼のないように注意を払いながら向かった。お隣さんに初対面するため、少し緊張しながらもインターフォンを押す。はーいという声とともに出てきたのは奥様だった。この時俺は少し驚いてしまった。何でも部長は50代と聞いていたのだ。でも奥様であるこの女性はおよそ30代前半、もしかすると20代かもしれないというほど若く見えた。隣に越してきた上田と申します。つまらないものですが。そう言いながら俺たちは手土産を渡す。女性は愛想よく受け取りながら、こちらこそよろしくお願いしますと頭を下げてくれた。少し世間話を交えながら分かったことは、この家は野々村部長夫妻の家だということ。奥様は自分のことを麗華と名乗った。彼女はただ若いというだけではなく、洗練された都会的な雰囲気のある女性だ。田舎という土地柄、ここら辺ではあまり見ない感じの女性だった。上田さんのことは主人から聞いています。
と言いながら微笑む玲香さん。そしてこちらのことを見つめながら言葉を続けた。上田さんは主人の部下になるんですよね。ところでどこの大学を出ていらっしゃるの？予想外の質問に面食らう俺たち一家。まさか挨拶回りでそんなことを聞かれるなんて全く想像しないことだった。とっさに言葉を失ってしまった俺。代わりに妻が口を開いた。この人中学卒業後に海外に行ってるから。すると大きな目をさらに大きく見開く玲香さん。え？じゃあ中卒なの？と言いながら驚愕した表情を見せてきた。そして先ほどまでの態度と一転、急にため息をつき、しかめっ面になった。ああ、最悪。どうせこっちに来たのも左遷なんでしょ？その年でこんなど田舎に転勤なんて、それ以外考えられないんですけど。中卒の左遷ゴミが旦那の部下なんて。足引っ張らないでよね。そう言いながら彼女は、これ以上話はないとばかりに、そそくさと背を向ける。そのまま勢いよくバタンとドアを閉め、鍵までかけたのだった。残された俺と妻は思わず顔を見合わせる。そしてこの失礼な対応に半分呆れながらも苦笑したのだった。その翌日、出勤しようと家を出ると、俺はあの玲香さんと鉢合わせた。昨日のこともあり、本当は無視したかったが、やはりご近所付き合いは大事なことだ。俺は昨日のことは水に流して挨拶することにした。おはようございます。その言葉に玲香さんはちらっとこちらを見る。そして鼻で大きく息を吐きながら、気だるげに口を開いた。ねえあんた、部下なんだから部長の旦那に迷惑かけないでよね。今だって帰ってくるの遅いんだから、これ以上遅くなったら倒れちゃうわ。挨拶なしかよ。心の中はそんな思いでいっぱいだった。しかしもう返事をするのも煩わしくなっていたのが現実。俺は愛想笑いをしながらそこを後にすることにした。背を向けようとしたその時、ちょっといいかしらと、いても立ってもいられなくなった様子の妻が激高した表情で俺たちの前に現れた。腕の中には凛がいた。正義感の強い妻は怒るととても怖い。それを知っているだけに俺は、おいおいと制止しようとしたのだが、妻は全く聞く耳を持たず、冷たい視線を玲香さんに向けながら口を開いた。何か誤解されているようですけど、お宅の旦那が夫の部下ですよ。文字通りの、あ？という言葉のあと、何言ってんのよ、と鼻で笑う玲香さん。全く信じる素振りは見せなかった。うちの旦那は部長なのよ。その上の役職なんて言ったら。部長ですよね。夫は支社長です。こちらの支社の責任者ということになりますね。嘘でしょ？淡々とした妻の物言いはとても落ち着いており、それによって信憑性も感じられる。言われている側はあまりの気迫に恐怖を感じていることだろう。さすがに慌て始めた玲香さんは、だってあなた中卒だって言ったじゃない、と声を震わせながら言った。私たちの話を途中で遮ったのはあなたじゃないですか。中学卒業後に海外に引っ越して、ハイスクールからハーバード大に進学してますよ。玲香さんは目に見えて絶句する。しかし妻は止まらず、さらに言葉を続けた。私の父が会社の社長なんです。でも私は会社を継ぐ気がなかったので、夫が後継者となりました。玲香さんは言葉も出ない様子で青ざめている。妻は、なんか言ったらどうなのよ、という目線で彼女のことを見ていた。そこに一人の男性が現れる。彼は玲香さんの夫、野々村部長だった。野々村部長は俺を見るなり、おはようございます、お迎えに上がりました、と言った。
どうやら今までの会話は聞いていなかったようで、かなりはつらつとした様子だった。そんな彼に麗華さんが尋ねる。この人って、この方は支社長だよ。言っただろ、支社長数人が人事異動で変わったって。呆然とする麗華さん。野々村部長はなんとなく空気が悪いのを察知したようで、俺と妻の方を見て目をキョロキョロさせている。妻はまだまだ怒りが収まらないようだ。冷たい目で野々村部長夫妻を見ていた。これ以上黙っているのは危険だ。妻の怒りを収めるためにも、俺は麗華さんに声をかけた。知らなかったんだから仕方ありませんよ。でもこれからは人の話をしっかり聞いて、何か口に出すときは考えてから話した方がいいかもしれないですね。自分でも少し皮肉混じりになったのを感じたが、今回はこれくらいがちょうどいいような気がした。それから数日が経ち、俺もマリコも新しい生活にはだいぶ慣れようとしていた。麗華さんとは社宅が隣であるため、たまに顔を見るが気まずそうにされることが多い。あんなことがあったのだから仕方がないといえばそうだった。妻の方は社宅の他の奥様とも交流をしているようだ。しかし麗華さんは一人家にいるだけで、周りの人と関わることは少ないようだった。俺はそんな話を妻から聞いていたのだが、ちょうど同じタイミングで野々村部長からある相談を受けることになった。やけに神妙な面持ちの野々村部長。彼が言うには、どうやら妻の麗華さんは周りの人から嫌がらせを受けているのだそうだ。仲間に入れてもらえない、悪口を言われているのだという。さらにそれを主導しているのは妻のマリコなのではないかと言ってきた。どうしてそう思ったのですか。俺はなるべく落ち着いた口調で尋ねる。それでもビクッとしてしまった野々村部長は、いや、妻が言っているんですと言い訳をしながら、マリコさんは言葉がきつくて妻は傷ついているようですと続けた。そんなはずはありませんと言ってみたものの、全く聞く耳を持たない野々村部長。むしろビクビクしていたのはどこへやら、今度は開き直ったかのように、そもそもこんなにすぐに周りから受け入れられるはずがないじゃないですか。もしかして支社長の妻という権力を使って周りの奥様を味方につけているのでは。それで寄ってたかって妻に嫌がらせをしているのでしょうと言い始めた。あまりの言いがかりに俺は思わずため息が出た。社員の話では野々村部長は年の離れた妻を溺愛していると聞いていたが、まさかここまでだとは。きっと日頃から多少のわがままは聞いて甘やかしているのだろう。先日の麗華さんの様子を思い出しても、それは容易に想像することができた。俺は半分呆れながら妻に聞いてみますとしながらも、少なからず腹立たしさがあったため、先日挨拶に行った日の出来事を野々村部長に伝えてみた。しかし、信じられない、そんなわけありません、麗華がそんなことを言うはずがないじゃないですかの一点張り。挙句の果てには、こうやってないことが広がっていくのだとまで言い始めた。きっと彼は本気で妻の麗華さんのことを信じているのだろう。俺らが何を言っても全く受け入れられない様子だった。信じないのは結構ですけど、これからお互いよく観察していきましょう。そういう俺に対して、はあと渋い顔を見せる野々村部長なのであった。その日の晩、たまたま帰り時間が同じになった俺と野々村部長は、気まずさを感じながら一緒に自宅に向かった。そしてもうすぐ家に着こうとした時、お互いある異変に気づいた。どうやら俺たちの家の前で何やら騒ぎが起きているようだ。駆け寄ってみると、その騒ぎの中心にいたのは麗華さんとマリコだった。子供の声がうるさいのよ。どうやら麗華さんが怒って怒鳴っているようだ。マリコは泣いている凛を抱きかかえ、あやしながら、すみませんでしたと謝罪していた。しかし麗華さんは落ち着く様子がなく、
ずっと怒鳴り続けている。その怒りは妻だけにとどまらなかった。みんなうるさいのよ。他の子連れの奥様たちにも飛ばされる怒声。それにより一斉に泣き始める子供たち。泣き声が大きくなればなるほどに苛立ち始める麗華さんは、誰が見ても異常な様子だった。慌ててその集団に駆け寄る。俺の存在に気づいた妻は、困り顔を浮かべながら近づいてきた。何があったんだ？それがね。どうやら妻は、同じくらいの子供を持つ数人を集めて、家でお茶をしていたそうだ。その帰り際に突然、子供の声がうるさいと怒られたということだった。子供は全員で3人。しかしみんな家の中で遊んでおり、外に出ていたわけでも、窓を開けていたわけでもない模様。おとなしくお絵かきや積み木などで遊んでいたため、そんなに大きな声は出していないようだった。でも私たちが気づかなかっただけで、周りには迷惑だったかもしれないわ。いつもは強気な妻も、今回は少し弱気。どうやらママ友達を集めて呼んだ張本人として、責任を感じているようだ。そんな中、取り乱した妻を野々村部長は優しく引き寄せる。そして懸命に、お前何しているんだ、落ち着け、と訴えていた。そうこうするうち、ついに泣き出してしまう麗華さん。誰も何も言えずに、その場には麗華さんの泣き声だけが響いていた。妻が申し訳ありませんでした。その場の皆に謝罪する野々村部長。妻の麗華さんは何も言わずに、ただじっと下を向いていた。皆、腑に落ちないながらも、この日はとりあえず、その場を後にしたのだった。翌日、この度のことは本当に申し訳ありませんでした。深々と頭を下げる野々村部長。昨日の麗華さんの行動と、先日の自分の発言の間違いに気づいたらしい。思い違いからとんでもないことをしてしまいました。支社長と奥様のことを疑って、すごく失礼なことを言ってしまいました。申し訳ございませんでした。いいんです、大丈夫ですから。それより昨日奥様は大丈夫でしたか？はい、もう落ち着いています。昨日しっかり話を聞きました。実は妻は最近ものすごいストレスを感じているんです。どうやら野々村夫妻は不妊治療をしているのだという。しかもその期間はもう数年に及ぶらしい。それなのに残念なことになかなか授からず、もう麗華さんは気を病んでしまっているのだった。それなのに私の親は、孫はまだか孫はまだかとせかすんです。妻にはそれが非常に重荷になっていて、当然ですよね。姑にプレッシャーをかけられているわけですから。なるほど、そういうことだったのか。詳しく聞くと、この田舎に転勤してきたのも、部長自らの意思で会社に移動願いを出したのだそうだ。ストレスを感じている妻のために、母から離れたということだった。しかし悲しいことに、ここは子育てに最適な静かな住宅街。もちろん社宅には、小さいお子さんがいる家庭が多いのだった。小さい子を見ると、どうして自分には赤ちゃんができないのかと悲しくなる麗華さん。そんな中、お隣さんとして引っ越してきた俺たちまで子連れで幸せそうだったため、ますます重たい気持ちになっていったそうだった。妻が言っていた嫌がらせも被害妄想によるものです。それを私は完全に信じ込んでしまい、本当に迷惑をかけて申し訳ございませんでした。再び頭を下げる野々村部長。そんな彼に俺は、気にしないでほしいと伝えた。こちらは全然大丈夫ですから、それより奥様のことをいたわってあげてください。きっと本人にしかわからない辛さがあるはずですから。本当にありがとうございます。私は本当に妻を愛しているんです。子供ができないのも私の年齢が高齢だからです。あんなに子供を望んでいる妻に授けてやることができずに、負担ばかりかけているんです。すべては私の責任です。
涙ながらにそう訴える野々村部長。俺はそんな彼に、そんなことないですよ、と励ましたが、実際なんと声をかけてあげたらいいのか、わからなかった。こんなに悩む野々村夫妻に、俺たちができることは何もないのだろうか。無力ながらに頭を悩ませるのだった。その日の晩、俺は野々村夫妻のことを妻に相談した。自分だけでは気の利いたセリフさえ言ってあげれそうになかったのだ。話を聞いた妻も、うんと顔を曇らせる。そして、夫婦のプライベートなことだから、あんまり口を突っ込むことではないけど、玲香さんがかわいそうね、と言った。玲香さん、旦那さんとしっかり話ができているのかしら。どうだろう。でも野々村部長は、奥様のことをとても大切にしているようだよ。そうなのね。でも一回だけ彼女は、旦那の帰りが遅くて寂しい、と言ってたの。あなた、上司なんだから、一度その辺も確認した方がいいと思うわ。確かに妻の言うことは正しい。やっぱり妻に相談してよかった。俺にもできることがあるかもしれない、と思いながら、その日を後にしたのだった。早速、翌日俺は、野々村部長のタイムカードを確認した。彼は部長としてしっかりと働いており、部下の信頼も厚い。しかし、自分で抱え込むものが多すぎるのか、帰宅時間が遅いようだった。もう少し確認するために、野々村部長の部下に話を聞くと、なんと部下より早く帰ったところは、見たことがないという。誰かが残業するなら必ず最後まで付き合ってくれるとのことだった。それは、どうなのだろうか。上司の鏡だと感心する気持ちがある一方、それが原因で家庭がないがしろになっていてはいけない、という気持ちもある。俺は、部長の部下らに相談して、野々村部長が少しでも早く帰宅できるようにならないか、対策を考えることにした。部下たちも次々とその話に賛同してくれるようだ。中には、自分たちが部長に甘え切っていた、と反省する者もいた。その日の退社時間、俺と部下たちは安定に残業しようとする野々村部長に声をかける。単刀直入に、早く帰ってください、と懇願したのだった。え？なんで急にそんなこと？いや、まだ仕事もあるし残りますよ。野々村部長はびっくりした様子。しかし帰る素振りは一向に見せなかった。そこで、一人の部下が声をかける。部長は、僕たちが仕事ができないと思っていますか？信頼してもらっていないんですか？もっと信じてください。この言葉は、かなり攻撃力があったようだ。しぶしぶではあったものの、信頼していないわけでないんだが、と言いながら、荷物をまとめ始めてくれた。俺は彼に近づき、帰れる時に帰って、家族時間を満喫しましょう。僕ももう帰りますし、と言った。野々村部長は微笑みながら、そうですね、と言っていた。こうして、なんとか定時で帰ってくれた野々村部長。この日を境に俺は支社長として、社員の働き方を徹底的に調べ上げることにした。仕事も大切だが、もっと大切なこともあるはずだ。みんながなるべく早く帰ることができるように、今一度仕事を見直し、改善点を探していったのだった。そんな日々が過ぎていき、会社の業務体制も少し変わっていったある日のこと。自動販売機の前でコーヒーを飲んでいる野々村部長を発見した。俺は彼に近づき、コーヒーを一緒に飲むことにした。数日前まではいつも疲れをにじませていた野々村部長も、最近はなんだかはつらつとしている。残業が減って、彼の負担が軽くなったのが明らかに見て取れた。最近、奥様の調子はいかがですか？ありがとうございます。おかげさまで最近はゆっくり話す時間ができています。よかった。少しは彼らの環境が良くなったようだ。ほっと安心した反面、俺はずっと気になっていたことを彼に尋ねてみた。野々村部長は、奥様に自分の気持ちを伝えているんですか？急になんだ？と驚きながらも、彼は苦い顔をしながら首を横に振る。
なんでですか？こんなに愛してるのに。恥ずかしくてそんなこと言えるはずがないですよ。態度で分かってくれてるはず、きっと。どんどん尻すぼみに声が小さくなっている様子から、鑑みるにきっと本人もあまり自信がないのだろう。同じ男として気恥ずかしさがあるのは理解ができる。しかし、それでも伝えるべきところは伝えた方がいいのだ。一生添い遂げる伴侶に対してはなおさらだ。持論ですけど、僕的には絶対伝えた方がいいと思いますよ。言葉にしないと伝わらないものってありますし、それにたとえ分かっていたとしても、改めて言葉で伝えられると嬉しいものですよ。大きなおせっかいかもしれない。でも俺は妻に本心を伝えることの重要性をものすごく感じているのだ。同じ妻帯者としてアドバイスをせずにはいられなかった。それを聞いた野々村部長は少し考え込んだ後、恐る恐る口を開いた。ご存知の通り、私たちは年の差があります。それゆえに威厳のある大人な男性を装ってるもんですから、素直に本心を伝えたら惹かれてしまうんじゃないかなと思ったりするんです。本当は伝えたい気持ちでいっぱいなのですかね。年の差があれど奥様もしっかり大人ですよ。弱みも甘えも本心も全部受け止めてくれるはずです。とても素敵な女性なんですから。そう言うと部長は大きくうなずきながら、本当にとても素敵な女性です、彼女は完璧な妻なんです、と言った。俺にこんなにのろけれるんだから、本人も伝えたらいいのに。そう思いながらも、俺はエールを乗せた微笑みを返したのだった。翌日、野々村部長は上機嫌で出社。何かいいことがあったのが明らかに見て取れるほどだった。何があったのだろう。そう思いながらも仕事に取り掛かっていた俺のもとに部長本人が近づいてくる。そして満面の笑みで、昨日妻と話しましてね、と言ってきた。どうやら部長夫妻は本心を伝え合うことに成功したようだ。そこにはお互い全く知らなかったことがあったようで、初めて心と心を通じ合わせることができたということだった。というのも、妻の麗華さんは夫である野々村部長が子供を望んでいるのだと思っていたそうだ。そんなことない、自分には子供がいなくても麗華と一生一緒にいられるだけでいい、と伝えると思い切り泣き始めたらしい。妻はね、自分は子供を産むために存在していると思っていたそうなんです。どうやらうちの母にそう言われていたらしくて。なるほど、そうだったのですね。ええ、だから麗華自身が必要なのだと伝えると本当に喜んでくれました。思い返せば、私は妻が世界で一番大切だと思っているのに、それを伝えたことはありませんでした。昨日支社長に言われてハッとしたんです。ありがとうございました。妻はその話をきっかけにうんと穏やかな表情になりました。これからはうまくやっていけると思います。野々村部長のこの報告は俺にとってもものすごく嬉しい話だ。まるで心の中にあったわだかまりがほぐれたような感覚。晴れやかな表情の部長を見ているとなおさらそう思うのだった。また彼のおかげで他の社員も帰宅時間が早くなり、士気が上がっているのも事実。やはり家庭あってこその職場、家庭の大切さを改めて感じたのだった。それ以来、妻からも嬉しい報告が届くようになった。何でも、最近麗華さんが挨拶をしてくれるようになったというのだ。部長から話を聞いたところによると、情緒不安定になることも減り、穏やかに過ごしているという。また妻たちに謝罪したいとも言っていたそうだ。そのことを妻に伝えると、別に謝罪しなくても誰も怒ってないよ、これから仲良くなれると嬉しいな、と言った。サバサバとした性格の妻らしい言葉だった。それからしばらくして、妻と麗華さんは随分仲良くなったようだ。驚くことに、食卓にお隣さんからいただいたの、という料理が並ぶようになった。
またある時は、麗華さんに教えてもらったメニューが並んだ。どうやら麗華さんはすごく料理が上手らしい。そういえば先日部長がそんなことをのろけていた。実際食べてみると、本当に美味しくて驚いたのだった。ご近所さんともうまくいっており、家族の仲も円満。これこそが理想の形だと、しみじみ思う俺なのであった。ほどなくして、俺たちのもとに嬉しすぎるビッグニュースが、二つ舞い込んできた。まず一つ目、麗華さんが妊娠したのだ。発覚したその日に野々村部長は、喜びのあまり、ハイテンションで俺に報告してくれた。俺もまるで自分のことのように嬉しくて、心から、おめでとうを伝えた。そして驚くことにその1週間後、妻が第二子を妊娠したのだ。全く同じタイミングの妊娠。二人は妊婦仲間としてさらに仲良くなっているのだという。そうなれば生まれてくる子も同級生になるはずだ。俺と妻のような幼馴染ということになる。ますます賑やかになりそうな未来を想像して、俺は本当に嬉しく思うのだった。やはり改めて思うことなのだが、大切に思っていることは伝わらなければ意味がない。言葉の大切さをかみしめ、社員たちと家族の幸せのためにこれからもっともっと精進しようと思う俺なのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。